某名からやな、あれはね、あの辞める前にね、お土産で置いてきたんだ。その前にこれやったらって異名に出したら、いや、そんなの売れないって。いや、そんなことないよ、フレット1フレット置くたってね、構造的に変わりないし、絶対これからなるよって。で、やらないんで、ムーンが独立した時、うちも美人って会社作ったのに、ムーンで22フレットやり始めた。やったら、でアメリカの、ね、トム・アンダーソンとか知り合いがいるから見せたんだ、いいアイデアって言われて、アメリカは今フェンダーも使ってるでしょ。そうですね。あれ俺がそういうひらめきだったんです。僕も初めてそのミュージシャンの話を聞いたのは、実はその翼しに何を考えた男だというのを聞いたのが始まりだったんで、楽器をそのままね、構造変えないでそのままどこに行ったのか。ミの翼しがやっぱりもともとはあのネックを22フレットに交換する際にボディ加工しないっていうメリットだと思ってたんですけど、 それにも先にその、ね、さっきの音の伝達、 それもあったんですね、っていうのはちょっとあそこを薄くしちゃうとね、絶対音は絶対良くないんですよ。だからあのままの構造で残してたんだ、限界があるな。でそれもひらめいたで、ですよね。で指板のある400Rにしたのは、それね、チョーキングすると音詰まるんで、弦高くしない。やたらに1弦2弦弦高いんですよ。それでないと、ほら、チョーキングすると音詰まっちゃうから。そうするとしょうがないから、R のてっぺんだけ、ハイポジの方を平らにすって、それとでごまかした。それで、あ、それだったら、慣れれば同じだから、まあ、多少チョーキングの仕方が違うだろうから、400R がいいんじゃないかって言って、フェンダーで今までないことをやったのが 400R も、それもついでにやったんだ、400R って。これ面白いな。肝心のルカさんはね、別に、僕単純な、当時はね、前もってマネージャーを通すとか、武道さんを通すとか、そういうの一切なくて、ルカさん取るというか、それはシェフター別に使ってないけど、シェフターの忘れになったら、ね、喜ぶんじゃないかっていうね。当時のムーンの歴史とか話したら、そうだな、で当時松下もなんかこれ、じゃあどうしよう、もう持てて渡しちゃえばいいんだから、当時そんな感じだったんだよ。でどうしようかって言ったらね、よし、シースレートがいいんじゃないかって、誰か、そんな、誰が言ったとかそういうじゃない、よしってやってみた。当時最初はね、あれ線の木です。今の足じゃないですよ、線なんですよ。それで、そのまま線の木でメープルにそのままレッド、シースルレッド引いて、そしたらね、レッドそのまま吹くとね、気持ち悪いんですよ。でそれをね、はっと気がついてね、一応、あ、そういうのはダメだと、そういうのは必ず下地に、あのイエロー、赤にイエロー混ぜるというのが下地に必ずイエロー吹くんですよ。それで赤吹かないと、ああいう深い色じゃないんですよ。黄色吹くんですか？黄色吹くんですかね。ブラウンも下地にイエロー吹いたんですよ。ルカさんもそう。あれ俺がね、それ26からで、当時俺が吹いたな、あれはな、確か。塗装が全部バフコの俺が、多分俺が吹いた。もう忘れちゃったんだ。で、アステルはそのまま乗せるだけで、積み込みのあれとか俺がのみ使って、あと松下君に、お前あとちゃんとやるよって、全部。だから自分のその22フレットに初めてガイタリが使うわけだよ。あれ嬉しいよ。じゃあそうなんですね。そうなんだ。そういうきっかけなんだよ。当時はこれマネージャー通してどうのこうのってなかったから。誰かにとなくそういう感じでやってたんですよ。俺でちょうどね、持っていく日ね、俺が用事あって行けなくて、うちのその松下というのをね、持って行ったんで、どうだったって聞いたら、俺はちょうど会いたかったんで、用事あって行けなくて、いや、ニュースさん、もう、ルカさん飛び上がって喜んでね、すごかったよって言うんだよ。そっか、そしたら、ルカス当時レスポール持ってきてたんだ。直しの溝が低くてね、石フルトに当たったりなんかして、でもうまいからね、めちゃうまい連中だから、あの若がまだ20代ちょっとだよ、スタジオミュージシャンやってたんだから、うまいんだよ。いや、ところがこっちの楽器の上のフォーディーってすごい。それでね、その後レコードを作ったの、それでレコーディングしたの、でレコーディングと手紙書いてきたの、うちの会社に。すげえ、それ残ってないんですか？いや、残ってないと思う。誰が持ってたんだろうな。ちゃんとレコードも送ってきた、あの子の LP 版って。だから当時テレは同時に持ってたんですか？あれは別々だったな。後で作ったのかな、テリーは。最初ストレート。じゃあやっぱり。あの日ね、細かいのを忘れちゃった。だって35年になるよ。なんでストレートはね、印象あるかというと、
赤い楽器当時のフェンダーでそういうものフェンダーでそういうもの邪道だった時代だから誰も何こんな色っていう感じだったんだよ、ね、それが喜んですごい入ったところがねポジションマーク黒いんだよ。だから今回のあえてその当時が黒だからその後あのムーンでリニアルって全部白星にしたんだよ。そうですよね、はい、うん、どうしてかポジションマークちょっと見にくいんだけどぬかさは前からそれでよかったんだけどあれはね、あの当時のネックはフェンダーと同じ作りです。あ、そうなんですか。それはね、さっきの話、ピックガードの話なんですよ。そうね、さっきの。その面白いのはね、偶然なんだよ。アメリカにいるその弟子がね、ニットの2年、トムのピックアップ欲しいから、トムは俺昔からもう一緒に飲んで知り合いだから、トムにさ、ピックアップするんで、ムカサモデルやるから、で、昔のピックアップとちょっと、まあ、中身が違うんだけど、いいよってね、カップのやつね。だいいよって話でさ、いろいろやり取りして、それからピックアップしていろいろ組み込んで、いやー、実はピックガード作りに失格したんだよって話して、あれ磨くの大変でどうぞって言った。俺が昔シェフター行った時で、そのピックガード磨いてたメキシコ人がいね、メキシコ人が、ニットの見たバフかけて、ニッさん、すぐそこにいるようだ。当時やってた人が、そう偶然ね、パッドというね塗装専門にやってる人いるんだよ。パッドというのはあの俺が昔に向かった時一人で独立していろんなトムのギターの塗装とかいろんなアメリカ のビルダーのやつ塗装やってたんだよ。でそれがニットノさんが独立するにあたってそこがね場所広いから空いてるよ。で二頭馬がそこを借りて入ってる。でその話からいやーシェフターのピックガードを恐れ入ってね35年前の俺ができなくてやっと解決したやつから兄さん当時バフかけたらここにいるよ真横にいるバフかけてるって当時ブラストピックガードバフかけたらいるよってメキシコ人だよね。これと同じぐらいの年だよ。びっくりした。なんでそうかってね、あれは偶然だったよ、ね、偶然だったな。面白いでしょ。すごいことがあるもんですね。最初から何も悩まないでね、聞けばよかった。聞けばもっと悩まなくてよかったんだよ。どうやって磨いたって。あれにはびっくりした。さっきのその専門業者がどうやったんですかって聞いてきたっていうのはね。そう、あれは写真撮ったやつあるけどね。うちの吉田が俺がバフかけても写真撮ってネットかなんかに朝に出てるから鉢巻きしてさ一緒にバフかけてる。でその板金屋さんもそうですね、専門の方もびっくりしてね、あとメッキ、あ、メッキだな、この時後藤のガットさんにね、メッキできないかったら、やっぱりスペースが広くて、パーツの細かいのがちょっと文字が出るんで、やっと探したんだよね、メッキやると。結局仕事はね、経験してね、分かってる。面白いよ。今回だけあのピックガードモニターな、でもね。1ヶ月半でしたっけ。1ヶ月半結構かかりました。いや悩んだよ。塗装じゃ絶対無理っていうのが分かった。ラッカーは絶対ダメなんです。ラッカーは乗りやすいんだけどすぐ剥がれちゃう。でウレタンにしたの。ウレタンはウレタンで難しいしね、なんか積もってくるんだよ。原因が分かんなくて、でセクターのあのスリップガードをよく見たらね、話して、これメキじゃないかって、で、メキ屋さんが1枚出したんで、で、弟さんもどこもできないんで、それを出したとかやったら、同じだ、セクターと同じようにできたんで、それがきっかけで、それでさっぱりしたけどね。だからさっき言ったように、今のあの、ルカさんのモデル、昔のルカさんが全然よくできた。当時は無我夢中できっちりは作ったと思うけど、まだ技術未熟だから楽器ってそのものだよ。初期のね、うちを自分で作った楽器とね、汗出てくるな。そんなもんなんですか。いや、こんなの作ってたんだと思ってね、恥ずかしいもんな。名前言えないよな。